はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということです。今回はですね、パン屋さんがインスタ経由で、販売につなげていけた、そのインスタからの直販売の秘訣というね、ことについて、岩崎さんと一緒にですね、動画を撮っていきたいなと思うんですが、岩崎さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、早速なんですけれども、ちょっとお名前からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、岩崎純です。岩崎純さんですね。はい、はい、ご年齢は42です。あ、見えないですね。42歳。あ、はい、なるほどですね。結構若々しく見えるんで、なかなか結構30代とかって僕はちょっと勝手に思ってたんですけれども、30代半ばぐらいかな。はい、もう、はい、もう42です。で、まあ、まあいろいろやってるんで、あの基礎化粧からないからいろいろやってるんで素晴らしいです、はい、そんな岩崎さんの、そう、今のご活動というかご職業、まあいろいろされていらっしゃると思うんですけど、まあ差し支えない範囲でちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、今は、カメラマンですね、企業広告カメラマンとして、まあ、企業の案件を受けた状態で、まあ、職業カメラマンと言われてるやつですね。撮影するという依頼があった時に、案件があった時にその撮影スタッフとしてこう活動するっていうような感じですかね。なるほどですね。はい。その他には、以上それで、パン屋さんですね。パン屋さん。で、パン屋さんも、まあ、これ、食品ロスっていう、まあ、昔 NHK から取材を受けまして、で、食品ロスで、まあ、ほとんどの野菜たちが、捨てられちゃうんですよね。うん、トマトができても、トマトの多分、形が悪いとか、大きすぎるとか、小さすぎるとか、色が悪いとかで捨てられちゃうんですよ。捨てるのも、農家さんたちって捨てることができないんですね。うん、で、その、捨てることができないものを、じゃあ何かすることができないのか、自分たちで引き受けて何ができないのかっていうことを考えて、で、一応山梨県に工場があるんですけど、はい、その山梨県で、その、まあ、野菜を崩して、パンに練り込んで、うん、野菜のパンとして、売り込むことができたら、まあ、それも捨てることなく、多分、いけるんじゃないか、っていうことも考えたのと同時に、はい、パンも多分、何もしなければ多分、傷んで捨てられちゃうんですよね。それも多分、意味がないので、焼けた時点で、焼きたての時点で全部、もう瞬間冷凍します。瞬間冷凍することによって、これで多分、賞味期限っていうのが1ヶ月から2ヶ月ほどに伸びるので、はい、それで、まあ、かつ、ま、定期販売をしていこうということで、定期に販売することができれば、まあ、働く時間数だったりとか、役スタッフ数とか、はい、働き方改革みたいなのも、何か活用できるんじゃないのかなと思って、なるほど、ね。考えついたところですかね。素晴らしい。その他にも現在、活動されていらっしゃることとしては、他に。あと、まあ、フリーランスの支援ですね。フリーランスの支援。うん。はい。なるほどですね。今もカメラマン、そしてパン屋さん、はい、そしてフリーランスの支援、この3つをメインとして活動されていらっしゃるっていう感じですかね。はい。うんうん、まあ、他にもちょっとありますけど、まあ、そんな言うことでもないです。すごいマルチいろいろ活動されていらっしゃると、はい、いうことなんですけれども、はい、OK です。じゃあ、まずなんですけれども、そうですね、そもそも我々のアカデミーにご入学されたきっかけっていうところをちょっと最初に聞いていきたいなと思うんですけども、まあ、例えば、うちだったら SNS とか、まあ、いろいろインスタとか集客とか教えてるスクールとかも、よそでもいろいろあったりするんですけど、その中で、はい、まあ、うちを選んでいただけた理由というか、決め手っていうのはどういったところだったんでしょうか。決め手ですか。決め手というか、まあ、話すとすごく長くはなりますけど、これはもう北野さんだから入ったっていうところも一つありますかね。そうだったんですね。はい。まあ、一番初め怪しいなっていう感じはしましたし。もうそんなこと思ってたんですね。まあ、早速、動画とかを見て、ホームページとかも全部チェックして、まあ、僕、ウェブ制作もできるんですけど、ウェブ制作からの観点から見ても、このホームページ大丈夫かって思ったりとかしたところもあるんですよ。はいはいはい。まあ、うちはあんまりホームページとかそこまでがっつり使えないんで、なるほどですね。けれど、言ってることとやってることっていうのは、すごいリンクするし、すごく共感が得られるなと思って、で、まあ自分もそれをやることで何か飛躍することができるんなら、ぜひ挑戦してみたいなと思って、まあ実際に、取り込んでやろうと思って決めるまでには、だいたい1週間ぐらいかかりましたかね。職業とかなかったんですけど、1週間ぐらいちゃんとしっかり確認して、うん、で、ちょっとやってみようと思いました。ああ、なるほどですね。はい。うんうん。ありがとうございます。なるほどですね。まあ、結構率直に、そうですね、入学されたきっかけっていうのを教えていただいたと思うんですけれども、まあ、実際入学されていただいた後で、はい、まあ、実際直近1ヶ月とか、最近とかですね、で、まあ、どういった成果が出ているのかっていうところをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですが。はい。はい。まあ、全くの、はい、もう SNS に関してはもうど素人同然なんですよね。もうゼロ
ゼロから本当に全てのアカウントをスタートしている状態で、で、同じ、まあ、教えてもらった内容をそのまま進めることによって、うん、今現在ではカメラマンのアカウントでは大体1300。で、フリーランスが多分まだ2週間、3週間ぐらい前に多分スタートしたものなんですけど、もう300超えてるんですね。で、パン屋さんに関してはもう今800フォロワー増え、まあ、出ている状態で、うん、で、実際にこのパンも800になる前にもう売れました。あ、すごいですね。じゃあ、700フォロワー台とかってことですか？そうですね。700フォロワー台の時に突然、注文が来ました。ああ、これはもうインスタから直接お問い合わせが。あ、これ、多分、アカウント見てもらえばわかるんですけど、インスタでただやってるのって僕、写真をただ投稿してるだけなんですよね。ええ。何のパンがあるよっていうのをただ投稿してるだけで、その素材がまあ一応野菜なので、その野菜と、パンと、野菜とパンとっていうような感じでこう投稿しているような状態でいて、リンク先はもう特にもう LINE とかではなくて、もう野菜パンの自分がまあベースっていうところで一応作ってるんですけど、ホームページがあるんですけど、そこのリンクをただ貼ってるだけです。特に何かしたとか何もしてない。本当にもう毎日写真を投稿しただけです。まあ、でもやっぱりこの僕も今ちょっと拝見しててやっぱり思ったのがすごいなんかカタログみたいな感じだなってちょっと思ったんですよね、ある意味の野菜パンのカタログ。例えばいろんな投稿を見てるって、はい、うん、まあ、あまりない色を使いたいなと思ったんですよね、目立つために。なるほどなるほど。なのでそのまあ何、まあ、なんだろうな、色がこう全然使われてない色っていうのを選択をして、まあ、ちょっと着色してやった感じですかね。すごいですね。なかなかこういうインスタを発信してるパン屋さんってあまりいないんじゃないかなと思うんですけど。いないと思います。いないですよね。いないと思います。今800、もうすぐで900フォロワーいくっていう感じですよね。そうですね。はい。多分今日行くんじゃないですかね。あ、もう今日で行きますね。あと7フォロワーで。800、ね、93フォロワー、はい。毎日12ぐらいなので平均が上がってるのが。なるほど。まあ、なんかこの、パン屋さんのこのアカウントとかで、まあ、実際に岩崎さんご自身が、まあ、気をつけられてる点とかより意識した点っていうのは何かありますかね。今おっしゃっていただいたところで、パン好き野菜好きを探すっていうことだけですかね。もうとにかく、はい、パン好き野菜好き野菜好きな人にフォローしていくとか、はい、まあ、その人に響くような発信をしていく。そうですね。ですね。響く発信、まあ、これはもうターゲットコールって言って自分のターゲットの人に響きそうなネタ話題を発信していくっていう。そうですね、素敵なところですね。普通に扱ってる商材が野菜がパンって多分全然想像がつかない人たちすごい多いと思うんですけど、もう そこが好きな人を探すって本当に大変だと思うんですよね。で多分インスタ見てもらえば分かる通り、文章の方には野菜嫌いな人でも食べれるっていうような言葉を言ってるんですけど、実際探してるのって野菜好きを探しちゃってるんで、野菜嫌いな人多分インスタ野菜嫌いですって発信してる多分いないと思うんですよね。いないですね。いないですね。確かに間違いないです。なのでまあ それでまあ野菜好きにしてまあ野菜ってこんなんなんだよっていうのをこう発信することができたらいいかなっていう、まあ、スタート段階ではそうですね。すごいですね。これでもうインスタ経由で、はい、パンが売れていると。はい、素晴らしいですね。インスタ系でパンが売れる。ちなみに岩崎さんもう一個運用されていらっしゃる方のアカウントで、まあ、今こちら画面に映ってるやつなんですが、まあ、写真かける SNS マーケティング専門家という形でこちらが、写真で売上アップを目指す、アカウントと今、1300フォロワーぐらいいらっしゃると、はい、アカウントなんですが、何かこちらのアカウントでフォロワー増やしていくために、岩崎さんが意識されていたこととかっていうのは何かございますでしょうか？そうですね。今意識しているのは、もうフリーランスとしてこれから活動していきたい。多分手に職を持ちたいっていう人たちって多分いっぱいいると思うんですよね。で、多分手に職を持ちたいフリーランスっていうことで考えると、多分、まあ、いろんな商材あるんですけど、多分資格が必要だったりとか、免許が必要だったりとかするものって多分本当にたくさんあると思うんですけど、カメラって免許じゃないんですよ。資格もいらないんですよ。誰もが撮ることができるものなので、そのカメラを使って、自分で自己発信をすることができるっていうのが、まあ、いいんじゃないかと思って、まあ、自分もともとカメラマンなので、なので、
まあ、カメラの使い方、撮り方、構図の設定方法だったりとか、まあ、人物の撮り方、物の撮り方って全部説明はすることができるので、なのでそこの、まあ、カメラマンを、として、フリーランスとして活動していきたいよっていう人たちを、まあ、支援しようかなっていう感じなので、ハッシュタグに関しても、まあ、カメラマンだったりとか、まあ、フリーランスだったりとか、そういうところを、まあ、意識して、フォローをしているような感じですかね。ああ、なるほどですね。はい。フォロー申請とか。うんうん。やっぱりこの岩崎さんもそうなんですけれども、お客さんがためになる情報をしっかりと発信していって、うん、ターゲットの人にしっかりフォローしていくとか、はい、いわゆる認知を広めていくっていうところをしっかりと忠実に、まあ、常にリサーチを重ねてやられていらっしゃると。はい、うん、素晴らしいですね。この背景の金魚さんっていうのがすごい綺麗ですよね。ああ、そうですね、あの金魚、うん、まあ、僕の実家が金魚屋さんなんですよ。で、まあ、僕イベントでやらせてもらってるマートアクアリウムっていうイベントとかも、あの、はい、その金魚とかポスターとか作ってるのをやらせてもらってるので、なので、まあ、金魚の写真に関しては多分もう、あの、何十万枚も何百万枚もあるので、この金魚を、まあ、もちろん海外アカウントの人とかでもいいんですけど、まあ、たくさんの人に多分知ってもらいたいなって。金魚って日本の文化なので、江戸時代から続く文化なので、まあ、400年以上続くんですよね。で、これって日本人だからこそ金魚って見たら多分こう嬉しいなとか、風水的に見てもこう金運がいいとか、そういうふうに言われてきてるものなので、僕もそこにあやかって、はい、まあ、好きな、まあ、自分の家業でもあった、金魚っていうのをこう写真にして発信することができたら面白いななんて思って。素晴らしいですね。ちなみにちょっと後ろに映っていらっしゃるそのアートアクアリウムのポスター、はい、そうです、これは、そうですね、今回、今年2019年の7月から9月までやっていた、日本橋で開催していたアートアクアリウムっていう金魚と、はい、まあ、光のイベントですかね。はい、これの、まあ、撮影に関しては、まあ、全部僕がやってます。すごいですね。はい。アートアクアリウム。じゃあ、これからも実際、岩崎さんのなんか今後のビジョンとか、もしくは野望じゃないですけど、こういう、まあ、ミッションというかですね、こういった人をやっぱり生み出していきたいとか、こういった人の役に立っていきたいっていうビジョンとかありますか？これ難しいけれど、まあ、結構難しいとは思うんですけれども、まあ、もし何かあれば。そうですね、まあ、何も持ってなかった人たちでも何かを手にすることによって必ず一歩先に進む。で、一歩進んだ先に多分見えてくる、自分がやるべきこと、自分がやりたいことっていうのは多分見えてくるはずなので、うん、なので、まあ、そこのお手伝いをすることができれば本当にいいかなと思ってますかね。なので、それが、まあ、パン屋しかりそうですし、まあ、カメラマンもそうですし、まあ、iPhone で写真撮る、それ iPhone のカメラマンになりたいなっていう方も多分いるとは思うんですけど、多分、すでにもう今持ってる、新しいものを買うんではなくて、今持ってるもので、世の中に勝負をすることが、勝負を仕掛けることができるっていうことができるんであれば、はい、まあ、そこの支援をしていきたいな。なので僕の野望っていうのは、あの、収入何億になりたいとか、あの、億万長者になりたいと全く思わないです。僕、最低限の生活レベルの収入が、まあ、確保できていれば、はいはい、僕それでいいと思ってるので、それ以外もしあぶれる部分があるんであれば、もうその人たちにどんどん投資していこうかな。はい、あ、なるほどですね。はい、なので僕お金にあまり執着がないので、何でもいいんです。お金の稼ぎ方とか、あの、そんなものはもう本当に僕会社今までいくつかやってたんですけど、あの、もうお金じゃないんですよね。売り上げを上げるためにがっつくとかなんだとかではなくて、あの、そのお金を使って何をすべきなのか、どうするべきなのかっていうのって考えると、やっぱ、まあ、自分と同じこう意思を持った人間たちを集めて、でもう全然小規模で構わないので、こう一緒に這い上がっていこうよっていう、これから、まあ、フリーランス時代ね、自営業だっていう時代がやってきている状態なので、多分そこで自分たちが何ができるのかっていうのを世の中に挑戦したい人たちって多分本当にたくさんいると思うんですよね。けど何をやったらいいのかっていうのはわからないとか、あれやんなきゃいけないとか、パソコンスキルが必要なんだとか多分言ってる人たちいると思うんですけど、実際それ必要なくて、スマホ一つで多分やることって多分いっぱいあると思うんです。できること多分いっぱいあると思うので、そのやり方っていうのを、まあ、一応、まあ、カメラマンなので、まあ、パン屋でもありますし、まあ、いろいろやってますけど、はい、まあ、もう一つで何ができることっていうのをやっぱり見つけて、こう、それと一緒に広げることができたらなっていう仲間集めですかね。仲間集めをしていきたいと。なんかそういうワンピースみたいな。そうですね。合ってるか分かんないですけども。まさに多分ワンピース。まさにワンピース。はい、途中で2年くらい分かる。はい。あ、なるほどですね。
はい、ありがとうございます。はい、実は今回岩崎さんと一緒にして動画を撮らせていただきまして、まあ、最後にですね、岩崎さんからも、まあ、今回特別ですね、まあ、下の方の概要欄にですね、岩崎さんの LINE アットのですね、リンク、貼ってあるんですけれども、こちらでね、お友達になっていただきますと、なんと今だけちょっとプレゼントが岩崎さんからいただけると。そうですね、はい、まあ、プレゼントはもう今毎日作っているような状態なので、これっていうのは決まってないんですけど、とりあえず今私が、やったこと、はい、修士さんのところで学んでやったことっていうのを、どんどんテキストと動画と作ってますので、はい、これ1ヶ月で、まあ、1000人フォロワーを獲得することができた、はい、まあ、濃厚な1000人を獲得することができたっていうところを、まあ、ベースに少しずつ発信できたかなと思ってます。なるほどですね。じゃあ、はい、ぜひ今後とも岩崎さんの LINE アットの配信をチェックしてですね、これからインスタをフォロワー増やしていきたいという方もですね、ですね、はい、ぜひ、そちらね、情報ゲットして見ていただけたらいいかなと思います。はい。はい、ぜひ、お願いします。お願いします。またね、私の LINE アットでもね、SN 集客大百科に向けプレゼントしてますので、ぜひね、そちらも、LINE でお友達になってゲットしていただければと思います。また、この動画はね、少しでも勉強になった人よとかね、面白かったよという方は、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。はい。ということで岩崎さん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。